日本政府、ルーターに侵入し、セキュリティ調査へ。情報通信研究機構が今後5年間にわたって国内にあるルーターやウェブカメラなどインターネットに接続する機器に対し、無差別に侵入を試み、ユーザーに注意喚起を行おうとしていることが明らかになりました。こちら2億台の製品が対象となるんですが、 来月中旬から調査が開始されます。こちら、政府によるハッキングだとの批判も出ておりますが、こちら、警察が普段行っているような防犯指導と同じように、インターネット上でも、ネットワーク上でも、そういった防犯対策がしっかりされているか、調査を行おうとしているだけであり、特に問題はないと思われます。例えば、 鍵をかけずにですね、ドアを開けっぱなしで、車を放置してしまったら、車が盗まれて、さまざまな犯罪に悪用されてしまう恐れがあるんですが、これと同じように、インターネットに接続する機器について、初期設定のままで使ってしまいますと、この製品が乗っ取られたり、踏み台にされたり、 例えば、大量のアクセスを行ってサーバーなどを動かなくする DDoS 攻撃ですね。こういったものに悪用されてしまう可能性がございます。インターネットに接続する製品を初期設定のまま使ってしまいますと、知らぬ間に犯罪者を手助けすることになってしまいますので、日本政府にはこういった調査だけではなくて、日本で販売される インターネットに接続する基金について、初期設定のパスワードをすべてランダムにしていただき、同じ種類の製品であっても同じパスワードが設定されないように、企業に対して対応を要請するようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。